こんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回はですね、今期の最新クッションファンデーション事情と私のおすすめのクッションファンデーション、プチプラからデパコスまで計7選ご紹介していきたいと思います。今期はより素肌のクオリティを高く、ポテンシャル高く見せるならデパコス、カバー力を求めるなら韓国コスメ、お肌を思ったアイテムが欲しいならプチプラ、まとめるとねこんな感じになってるかなというふうに思います。今日の動画の流れで言うと、1位クッションファンデのメリットだったり、クッションファンデってどんな時に選ぶべきなのっていうところを軽く説明して、その後今期のトレンドですね、こんな肌流行ってるよ、そして3つ目は一押しクッションファンデーション7選をご紹介していくというような流れになっております。ぜひぜひ楽しんでもらえたら嬉しいです。ということで早速いきましょう。はい、それでは早速紹介していきます。まず一つ目は、自然なふわっとセミマット肌に仕上げてくれる、お仕事とかデイリーメイクに特におすすめだなと思うアイテムです。ロム&の新作のね、日本限定のファンデーションになっています。 SPF40PA2+ で2530円、全3色の展開になっていて、こちらですね、特徴で言うと日本人の肌悩みに合わせて開発された日本限定アイテムで、パッケージもこんな感じでめちゃめちゃ可愛い、可愛くって、雫型のパフが入っています。パフの厚みも結構程よくあって、日本のプチプラのファンデーションより私はねちょっとこれ厚みあるパフだなというふうに思いました。ふわっと柔らかい、触りたくなるようなセミマット肌に仕上げてくれるんですけれども、山桜の花エキスだったりとかヒアルロン酸が配合されていることによって、ちょっと潤い感も感じられるっていうことで、お仕事とかでしっかりした印象に見せたいんだけど厚塗り感までは出したくないなっていう時に特にいいなというふうに思いました。塗っていきたいと思います。赤みっていうか、なんかニキビ、もうすぐ私たちニキビになりますみたいなやつらがちょっと集結してるんで、カバー力もいい感じに見せられるかなというふうに思います。ギューッと押してジュワーッと取るのではなくて、ふわっふわっふわっと取るのが、あのクッションファンデをね綺麗に崩さずに塗るポイントです。21番 N ナチュラルですね。これが多分標準色の方には一番合うんじゃないかなというふうに思います。塗ってる時はみずみずしさもあるんだけど、なんか毛穴とか肌の、わかるかな、この色ムラっていうのが綺麗にぼやけてくれる感じなんですよね。ナチュラルなアプリフィルターみたいな感覚です。強いてこれ言うと香りが結構します。ディオールとかジバンシーとかシャネルとか、そこのあたりと同じぐらいの華やかな匂いはするかなという感じです。特にこの口周りの赤みとか、ここら辺の赤み補正とか、これ結構いい感じでしょ。やっぱりちょっとセミマット系なので、毛穴が目立つような崩れ方もしない、お直しの修復も簡単なので、まあ、そういう部分でもねすごく便利だと思います。夕方のくすみ感ゼロ、負担を減らすリッチなデイリー使いだったらこれというアイテムでございます。じゃじゃじゃん、カメラめっちゃ映るやんグレードボーボーテのタンクッションエクラルミヌでございます。 SPF25PA3+ で全6色あって、今日紹介する中では一番ね、こう数が、色の数が多いものになります。7700円プラスケースが別売りなので、まあ、1万円超えというようなアイテムになってます。目の下にフィットするようなパフがついていて、みずみずしくて軽いんだけど毛穴や色ムラをねしっかりカバーしてくれて、何せやっぱり夕方の肌のお疲れ感を感じずにくすみ知らずお直しも簡単っていうところが、私はねすっごく気に入ってます。既存で出ていた中がね丸い方、タンクッションエクラナチュレルの方ですね、とこのルミヌが、ルミヌよね、ルミヌさんですよね、ルミヌが、どう違うのかっていうと、まずは新しい方がツヤ系の仕上がりであるということと、潤いを与えてとどめる独自処方のグローリッチハイドレーティング処方っていうのをより一層強化させた方が、この新しいタンクッションエクラルミヌの方になってます。頬のところ、一番広いところにこの新しいタンクッションエクラルミヌをとりあえず塗っていって、タンクッションエクラナチュレルをちょっと額のところにね塗ってみたいと思います。こんな感じでね、かなり軽い薄付きな感じでございます。なんか完全に素肌がグレードアップしたみたいな、少量でなんだろう、塗って隠すっていうよりかも、なんなのこれ、ぼかす、でもねツヤもあるからすごいふわっとぼかすっていう感じでもないんだけど、なんかめちゃめちゃ自然にどっか行ってくれるっていう感じなのよ。で、
前に出てるこのナチュレルタンクッションナチュレルの方は額のところにこうやってつけてみるとセミマットっぽい感じなんですよね。なのでこのタンクッションエクラナチュレルを使うときは、私秋冬だったらパウダーなしとか本当に少しで大丈夫だったなっていう感じがするんだけど、新しい方はちょっとねこっちに比べてちょっとツヤっぽいので、お粉は必須かなというふうに思うのと、すごい姿勢肌寄りの方はちょっと鼻周りだけそういう下地とか合わせて使うとより美しく使えるかなというふうに思います。これはね結構唯一無二な感じ、さすがクレドポーだなというふうに思います。あのシミとかが一気にガツンとカバーできるほどのカバー力はないけど、適度な肌のムラは全体的にカバーできるという感じです。とにかく上品。はい、そしたら次です。次はデートに使いたいピュアにお肌をトーンアップしてくれるローラメルシエのフローレスルミエールラディアンスパーフェクティングトーンアップクッションです。SPF50PA4+で全2色になります。レフィルが5720円でケースが1650円なので、まあ、デパコス系の中ではクレドポーボーテとかよりはちょっと手が出しやすいのかなというふうに思いますね。でこちらもこういう雫型のクッションが入っていて、真ん中に自然にトーンアップしてくれる超微粒子ダイヤモンドパウダーが配合されたこのトーンアップのカラーが入っているっていうのがこのファンデーションの特徴になっていて、こんな感じで取るとこのような感じになります。もう塗ってからこうお肌の上でブレンドさせるっていうような感じです。ではちょっとこんな感じで真ん中のこのトーンアップの、カラーが入っていることによって夕方くすんできた時のメイク直しとかにもすごくいいと思います。口周りくすんできちゃったなっていう時にちょっとあの真ん中のトーンアップのカラーを多めに取ってお直しするとか、そういうこともできるので、結構ね使いこなせるようになるとすごく便利なアイテムです。ちょっと青緑っぽいようなクマもピンクカラーってすごく柔らかく補正してくれるので、くすみ感をトーンアップしたいっていう人、透明感が欲しい人はこれすごいいいと思う。こんな感じです。仕上がりで言うと、まあ、ちょっと艶っぽい感じですよね。赤みぐらいだったらいいんだけど、すっごく暗いトーンのシミだったりとか、そういうものはこれ一つではちょっと隠れないかなっていうふうには思います。で、私が今使ったフェアローズっていう方が一応標準色になっていて、ライトローズっていう方が標準色からちょっと明るめカラーっていう感じ。時間経過すると結構ね自然に素肌に馴染んでいく系です。なので、あ、ちょっと全体的に薄くなったなみたいなのは夕方に感じると思うんですけど、ドロッとした変な崩れ方はしないので、まあ、もうねハマる人は本当にこればっか使っちゃうんじゃないかなっていうぐらい、結構今期のファンデーションの中でも唯一無二的な存在。クレドの時も言ったけど、まあ、あのそれぞれね本当に個性が出てるっていう中の一つの、クッションファンデーションかなと思います。そしたら次はですね、石鹸落ちアイテムでスキンケア感覚でまとえる肌を思ったプチプラファンデが欲しいならこれというアイテムです。セザンヌです。これねみんな気になってる方も多いですよね。SPF50PA4+ で、本体が1078円で、詰め替えを買うなら858円というとこですね。全3色あります。なのでローラメルシエよりもね1色カラー展開は多いんだよね。雫型のクッションパフになってます。結構ね容器自体も軽い。こちらはね5種の保湿成分と高保湿オイルが配合されていて、かなりこうスキンケア発想のプチプラクッションファンデーションになります。あの今日ちょっとここに出すのには間に合わなかったんだけれども、オルビスさんからも新しくクッションファンデが出ていて、そちらもライトな価格帯ではあるんだけど、スキンケアのことを思ったような処方になっているので、結構プチプラクッションファンデーションもこうお肌のことを思ったアイテムとして、あのそういう視点もしっかりと合わさったアイテムがねすごく多いんじゃないかなというふうに感じてます。じゃあちょっとねこっち側に塗ってみたいと思いますが、思ったより軽い。今日紹介する中では多分一番薄付きなんだよね。これがセザンヌのそれこそパウダーファンデーションとかって結構カバー力のあるイメージもあったし、でもまあそこが逆に今期新しく出てる韓国コスメのプチプラ価格のものともちょっと違うところっていう感じで、こういう赤みとかはまあ隠れないかなっていうような感じです。
一応このメイク持続ポリマーが配合されてるから表情が動いてもできるだけこう密着してついてきてくれるっていうような処方になってるみたいです。でも薄い分このヨレ感とかこれからの時期気になるドロッと感っていうのは気にならないと思います。あのカバー力を求める人は満足しないんじゃないかなというふうに思いますね。でどんな人に向いてるかっていうとファンデを塗った方が肌が汚く見えちゃうとかそう思っている方にとってはなんだろう素肌の状態を整えるぐらいのクッションファンデーションの感覚なのでピタッとねハマるんじゃないかなというふうに思います。はい、そしたらね次はメイク直し日焼け止めの塗り直しなら今季はもうこれ一択でしょうという、アイテムでございます。アディクションスキンケア UV タッチアップクッション SPF45PA3+ で4400円プラスケース代1430円ということですね。いつでもどこでも UV ケアと潤い補給を叶えてくれるクッションタイプの日焼け止めになっています。このラベンダーのカラーがあるんだけどラベンダーがね人気でメーカー欠品で私買えなかったんですよ、悔しい001番はこんな感じでクッションパフの形は普通に丸めでね、結構ね普通のクッションパフとパフが違うんだよね。なんかツルツルってよりかはふわふわしてるパフになってます。美容液 90% 配合でみずみずしい使用感で潤いを与えながら、スキンケアしたてのようなツヤ肌を実現してくれるっていうことでメイクアップの上から使うことに特に特化してるんだけどメイク下地としても使えるんですよね。ではまず下地として使うとどんな感じなのかっていうのを001番のこちらのカラーを使って、塗っていきたいと思います。結構ね塗るともうほぼほぼ透明になるような感じでわかるかな、この塗ったところにチュルンとしたツヤ感が出ていてかなりみずみずしいです。本当にみずみずしい。後からのせるファンデーションもいい感じにツヤっぽくのります。こっちのちょっと002番のラベンダーゲットできなかったんだけど003番のちょっとオレンジ系のね血色カラーこちらもゲットできましたのでこれもちょっと下地として塗るとどんな色になるのかっていう風なちょっとくすみが気になるエリアとかちょっと額の方に塗ってみたいと思います。あと目の下のねこのクマの部分にもオレンジいいですよね。ちょっとヘルシーなオレンジっていうような感じかな、ここら辺に塗ったの。でも全体的にツヤっぽくなります。個人的にはまあ下地で使っても全然いいんだけどメイクの上からの方が感動具合で言ったらかなり高いと思います。こっちさっきローラメルシエのファンで塗ったのを落とさないで残しておいたのでこちらの上に実際お直しとして使ってみたいと思います。まだ全然崩れてないんだけどメイクアップのお直しとしてすごく使いやすいように揮発性の高い油剤っていうのを多く配合しているんだそうです。顔下半分とかちょっとくすみやすいのでこの003番でカバーしていきたいと思います。ちょっとねツヤも復活するような感じなんだけどこれによって毛穴が粗目立ちするっていうほどではないかなと思います。もしツヤツヤ感が気になるっていう方はこの上からちょっとだけお粉で押さえてあげるといいかなという感じです。ちょっとなんかさ急に曇ってきちゃったじゃん、急に曇ってきちゃったから明るくなるの待ちます、しばしお待ちを。ちょっと明るくなってきた、やった。ではこちらで実際どのくらいお直しの時につけてるかっていうと一回モヤモヤモヤと取るような感じです。これがこう全面にベチャーって乗るぐらいだとやっぱりちょっと多い気がするし、もっとこう重ねたいっていう方は同じぐらい少ない量をもう一回取って重ねてあげるとすごくいいと思います。で特にこの日焼けしやすいゾーンですね、頬の高いところとかこの C ゾーンとかしっかりとなじませてあげるだけでもすごく夏場の UV の塗り直しとしては便利だし、なんかこうフレッシュ感もよみがえるような感じがして私はねすごく好きです。はい、ということでラスト2つ、まず1つ目はこれね私もね結構使ってて使用感すごく好きだったんだけどツヤっぽい真珠肌を目指したい方におすすめ、女子同士で話題になること間違いなしなアイテムです。なので個人的にはこう同性のちょっと美容感度がね高い友達とかとご飯に行くとか会う時には絶対これつけてほしいなっていうアイテムなんですけど、フィンスのセカンドスキングロークッション SPF50+PA4+ 全4色展開で3520円なので
豪華なプチプラというよりかもミドルコスメぐらいですかね。カバーパウダーが配合されていて自然なツヤ肌を長時間キープしてくれて、水分エッセンス 62% 入りの高保湿な、ファンデーションになっています。プルンとツヤっぽくなります。でもギラギラすぎない、なんかこう昔の韓国の水光肌みたいな感じではないので、そこもすごくお気に入りポイント。いわゆる韓国コスメでいうクリオとかジョンセンムルとかだとちょっとカバー力が強すぎて塗ってる感が気に入らないなっていう人でも、ミシャのあの白パケぐらいのカバー力だと物足りんみたいなっていう人はね、あのここをおいでっていう感じのファンデーションです。あのパッケージもね、このサイドのところが斜めになってるから縦に持った時にちょっとねこのカットの部分が見えてすごいおしゃれです。さすがここもね品質っぽいです。ちょっと多めに分かりやすくつけております。少量ですごく綺麗にカバーできます。このカラーはね、私もうちょっと日焼けしちゃったら結構白くなっちゃうかなって感じなんだけど、ちょっと確かにね韓国のファンデの色選びは若干難しいけど、大体のものが思ったより白いっていうものの方がクッションファンデ韓国多いと思うので、まあ、それをちょっと考慮して選ぶといいかと思います。私は肌割と標準色で17番でやや明るめのファンデ選んでますぐらいな仕上がりですね。こんな感じです。どうどうどう、私この仕上がりすっごく好きなんです。女優さんのようななんか気品のあるようなお肌になるので、このツヤ感が時間経過した時に変にこう粗目立ちしないっていうのもすっごく優秀だなというふうに思いました。こうお肌質的にちょっとオイリー寄りなんだけどツヤ系を使いたいっていう人もこれだったらギリギリいけるんじゃないかなというような感じです。まあ、でも肌質的に適してるって言ったら、まあ、乾燥混合ぐらいの方が特に適してるかなというような感じです。もうちょっと姿勢肌寄りの方だったり、やっぱりツヤ系のものがどうしてもテカって見えちゃうんだよなって悩んでいる方は次紹介するのがおすすめなので、ラストいきましょう。仕上がりはこんな感じです。ラストはね、あの質感、お肌の質感が落ち着いたあのものが好きっていう方にもそうなんだけど、とにかく朝時短で済ませたいっていう方にもおすすめなアイテムになります。ディオールスの UV シールドクッション SPF50PA3+ 全3色展開で、ですね、お値段が 13,40円で、まあ、雪地なんですけど、これはですねレフィルがあの2個ついてくるんですよね。なので1個ケースにセットしたら、こんな感じで予備がもう一個、こうちょっと私これ開けちゃったんだけど、予備がもう一個ついてくるっていうような感じなので、まあ、ちょっとお得感はあるかなって感じ。側面が若干薄ピンクっぽくって、こう白のねちょっとエレガント系のディオールがね特に好きです。パフはねこんな感じの丸いパフになっています。基本的にはセミツヤ系ですね。私が使った感想で言うと結構セミツヤとセミマットの間ぐらいかなっていうような結構落ち着いた質感です。毛穴のぼかし方がすごく綺麗だなっていう風に今日ご紹介する中では特に感じました。これは一応スキンケア後これワンステップでベースメイクが完了するっていうものになっていて、 UV ケアと、ファンデーションですね。あと結構さらってしてるので人によってはお粉なしでいける方もいると思います。まあ、これからの時期ね心配だったらお粉はつけてもらってもいいと思うんだけれども、汗水にね強い処方になってるのでこれからの時期にもすごくよれにくくていいと思います。日焼けしても使えるぐらいの C の10番にしてみました。なので C の10番を選ぶ人は標準色の人からするとちょい暗めかなって感じ。私もね使うと分かるかな、ちょっと暗め、かなりちょっと落ち着いたお肌になる感じ。全然違うでしょこっちと色が。明るすぎないものを選ぶことによってなんか変なこう塗りムラだったりとか、あとはちょっと暗い系のいろんなトラブルっていうのともうまくこうをごまかせるっていうとこはありますよね。顎のこの赤みの部分とかちょっと全部ダダダって隠しちゃいますけど、厚塗り感はないんだけれども結構ねいい感じに、なんだろうな、ちょっとパウダーファンデーションを塗った後のようなスフレ感も感じるんだけど、こういうパーツの高い部分はちょっとツヤっぽい感じでも、ここら辺はちょっと落ち着いた質感っていうような感じで、肌のいろんな部分に馴染んでくれるような、自然に見えてくれるようなファンデーションです。こんな感じです。私もねこれいい感じにねこうバババって一瞬でもう下地とか使わなくってもある程度ぼやかしてくれるから、ちょっとそれでいて忙しい時とかはディオールを選びがちかなという感じです。こっちの方がなんかスペシャルな韓国女優感があって
て、ディオールの方に関してはなんかこう素のままで自信のある自分みたいな、なんかそういうお肌って感じです。一番最後めちゃめちゃ簡単にサクッとまとめます。まとめるとデイリー使いでおすすめなのはこの2つ、クレドポーボーテとロム&。よりこう肌負担とかを、まあ、考えてリッチな日常使いを選びたいならクレドポーボーテかなという感じですが、ロム&もね、なかなかあの癖のないでもカバー力があるっていういい仕事をしてくれるのでおすすめ。休日におすすめなのはこちらの2つ、セザンヌ と、ヒンスです。セザンヌは本当に休日の肌負担を考えた石鹸落ちでね、軽めに仕上げたい時におすすめで、ヒンスはこうちょっとね、友達と出かけるとか久々に会う人、特に女子会とかにはすごくおすすめでございます。カバー力で言ったら断然ヒンスの方があるという感じですね。お直し用のクッションが欲しいっていう方は、アディクションとローラメルシエです。アディクションは特に UV の塗り直しにおすすめなので、これからの時期旅行とかゴールデンウィーク用に持っておくと便利そうで、ローラメルシエの場合はピンクカラーが結構くすみを離してくれるので、そういう意味でお直し用に夕方持っておくとすごく便利かなと思います。はい、でまあこれからの季節特に気になるね、絶対崩したくない日、さゆりさんなら何使いますかっていうのあると思うんですが、そうなるとね、ここの2つかなと思います。カバー力を求める日だったらディオールの中ではね、カバー力その高い方じゃないんだけど、でも塗ると UV シールドクッションの方は肌のアラが飛ぶ感じがするので、これを使いたいなという感じで、よりこうね、ナチュラルなツヤ感を楽しみたい、かつ崩したくないという時はクレドポーボーで使うかなという感じです。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。ということで本日のさゆりクエスチョンはこちら、皆さんが最近買ってこれ良かったなって思ったクッションファンデーションあれば、よろしければコメント欄でたくさん教えてください。あのいいなって思ってるものが今日私が紹介したものと被った方も、ぜひね、被ったよっていう風に、これ被ったよっていう風に教えてもらえるととっても嬉しいです。ということで本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。何かこう新しいクッションね、一つトライしてみようかなと思ってくださった方、その前にぜひこちらにある丸いチャンネル登録ボタンをポチッと押して私にお知らせしてもらえるととっても嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。